プロボクシングの名門、米倉ジムの元会長で、5人の世界王者を育てた米倉健児、米倉、健児、本郷、健児、さんが20日、死去したと、弟子の大橋秀幸、大橋事務会長、58、が21日、明らかにした、88歳だった。1956年メルボルン五輪に出場し、プロ転向後も日本王座などを獲得、事務会長として柴田国明、ガッツ石松、中島茂雄、大橋秀幸、川島各志を育てた名馬狼はボクシング界に数多くの功績を残し、天国に旅立った、兄貴、が亡くなった、寂しい、88歳か、人生を謳歌、したんじゃないかな、最後に会ったのは6年前、施設に入っていたんだが、言葉もしっかりしているし、笑みを浮かべて、話か、けてくる姿は今でもはっきりと覚えている、米倉会長との思い出は数限りない、海外での試合はフィリピン、パナマといろいろなことがあった、パナマのリングに上がる直前までファイトマネーの払う、払わないで揉めたよ、会長は払わないなら、このまま帰るぞ、とプロモーターに噛みつき、決着したのは私がリングに上がる階段に足を伸ばした瞬間、選手のために最後まで体を張って、勝負してくれる会長だった。会長だけじゃない、自宅の敷地に合宿所を作り、有望選手を住まわせた。私も住んでいたが、朝起こしてもらい、ロードワークの公園までは会長の車で行き、終われば車で帰る。ここまでしてくれる会長は、米倉会長以外いないはずだ。当然、お金も、かかる。日々の生活で節約していたのは私たちから見ても分かった。ただ、自分が目をかけた選手たちには、惜しみなくお金をかけた人だった。会長であり、トレーナーであり、マネジャー業までこなしていた。今ではそんな人はいないだろう。はっきり言えることは、私は米倉会長がいなければ、世界チャンピオンにはなれなかった。あの情熱がある限り、天国でもジムを開いてほしい。合唱。元 WBC 世界ライト級王者、ガッツ石松、本郷、鈴木裕二、1949年6月5日、栃木、阿波野町、現、鹿沼市、生まれ、73歳、米倉ジムに入門し、66年にプロデビュー、69年に全日本ライト級新人王、72年に東洋同級、王者、74年に WBC 世界同級王者を奪取し、その後5回の防衛、78年に引退、通算31勝、17KO、14対6分け、ミリボクサーファイター、現役を退いた後はタレントに転身し、俳優としても活躍、ネットの声、ガッツ石松が新人王になると地元が大騒ぎになり、手のひら返しにガッツ石松に近づき、そのことが悔しいと泣くガッツ石松に、米倉会長は、日陰のカズラ、人間とはそういうものだ。いいか、新人王で街中が親戚だぞ。この後、日本、東洋と上がって世界チャンピオンにでもなってみろ。日本中が親戚になるぞ。でっかい夢を見ようぜ。ご冥福をお祈りします。ガッツ石松さん、共に歩んできた方がお亡くなりになるのはさぞ悲しいことでしょうね。石、お次、これからもご活躍お願いします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。